はい、皆さんこんばんは。黒田博樹の歴史講座にようこそお越しくださいました。この黒田博樹の歴史講座、回を重ねて今回が30回目ということになりました。ここまで続けることができましたのを、ひとえに皆様のお力添えあってのことでございます。深く感謝申し上げます。ありがとうございます。さて、今回の講座の内容なんですけれども、第29回から3回連続で室町幕府の教訓という題で続けさせていただいております。で、前回は高氏の優柔不断と題しまして、足利高氏が優柔不断であったがゆえに、室町幕府は当初からとんでもない負の遺産を抱えることになってしまった。で、その負の遺産をその後歴代将軍がどのように処置していくのかということが今回のメインでございます。そして今回のメイン、今回はそのメインのところで、教訓その2、やりすぎた親子、義満&義教。この親子ですね。足利義満と足利義教の親子なんですけども、で、この親子についての話をさせていただくことになるんですけども、まず最初にその義満以前の話から行いたいと思います。さて、この足利尊氏ですね。足利尊氏が、自分の代で、平和を達成することが叶わぬまま1358年に彼は亡くなりました。亡くなった後なんですけども、高氏の子で足利、これで義明と言います。足利義明が2代目の征夷大将軍となりました。で、この義明なんですけどね、実は幼名、つまりちっちゃい子の名前を千寿王というんですが、この千寿王と名乗っていた、なんと4歳、今の戸籍で言えば3歳ですの頃から、新田義貞、覚えてますか、鎌倉幕府滅亡の原因を作ったもう一人の武将です、足利尊氏と共にね、この新田義貞と共に鎌倉で挙兵しているんですよね。なんと彼が4歳の時です。で、それをはじめとして、実はこの足利義明の人生というのは常に戦いに明け暮れたものでした。で、義明はですね、父の高氏が征夷大将軍の頃、この頃には叔父にあたる足利忠義ですね、あるいは南朝の北畠近房で、あるいは、義明にとっては腹違いの兄弟になります足利忠冬、こういった武将たちと戦います。で、戦ったんですが負けてしまうんですね。で、攻められて一時期は幕府の本拠地である京都を落とされてしまうなど、この義明という人は自身の武力が決して高いとは言えなかったんですね。で、将軍就任後もですね、彼が将軍に就任後も南朝に寝返った執事、執事っていうのはこう言います。これ後の慣例にあたります。この執事慣例にあたります細川清次という人に、一時期は将軍になってからも京都を落とされるなど政情の不安が続きまして、で、将軍就任前にはですね、自分が守っていた関東、彼は高氏が将軍の頃は関東を守ってたんですね。で、しかし高氏が死んで義明が将軍になったことによって、弟のですね、足利元氏という人、足利元氏という人にその関東を任せたわけなんですが、まあ、これが鎌倉府ですね、俗に言う鎌倉府の鎌倉公方と言われる人なんですけども、実はこの人も南朝の攻撃に悩まされ続けたんですね。つまり南朝がまだ残っていたがゆえに、北朝側の征夷大将軍である足利義明らは攻められ続けたということなんです。本人だけではなくて鎌倉までもが攻められ続けた。で、一方南朝ですね、南朝は高氏が将軍の時代の1352年、これは前回やりましたけれども、
1352年に強引にお連れした北朝の3人の上皇、これは光厳上皇、光明上皇、崇光上皇、このお3人です。このお3人の上皇を、まあ、その後京都へ戻しました。まあ、なんとか和解の道を探ろうとしたんでしょうね。一遍南朝から北朝へ、北朝の3人の上皇を南朝へ強引にお連れしたのを戻したわけです。あるいは楠木正成、皆さんご存知ですね。この楠木正成の子である楠木、皆さん正面が有名だと思うんですが、もう一人こういう人もいるんですよ。これで楠木正則と言います。楠木正則と言います。でこの正則がですね、幕府に対して、南朝の人だったんですけども、幕府に対して和睦しませんかと言ってきたんですよ。まあ、南朝もやっぱり戦い続けて疲れてると、だから和睦しませんかと申し込んできたんですが、結局この話し合いは不調に終わりまして、で義明は1367年、まだ38歳だったんですけど、この若さで亡くなってしまったということなんですね。つまり高氏の負の遺産は義明の時にはほとんど解決されることなく彼の人生は終わってしまったということです。なおですね、義明の死んだのは1367年ですが、その翌年の1368年には南朝を開いた後醍醐天皇の子でいらっしゃる後村上天皇、こうですね、後醍醐天皇のお子様が後村上天皇、この後村上天皇も崩御されました。で後村上天皇のお子様にあたるのが長慶天皇です。これで長慶天皇とお意味します。でこの長慶天皇が即位されたんですけども、長慶天皇の治世においては南北朝の和睦の動きはほとんど見受けられませんでした。一説によると、この長慶天皇というお方は、北朝とは常に対決の姿勢であられたという話が残されています。